よろぶん、あにはせよ、メッチマンです。このチャンネルは8月17日にカムバックしたラブリューションとトリプル S にその日何が起きたかということをおさらいする動画コンテンツとなっております。また各種進行中のイベント情報もお知らせいたします。更新が遅くなってしまい申し訳ありません。講師ともに少しバタバタしておりまして、アップロードが遅れてしまいました。少し遅れてしまいましたけれども、今回は9月25日から10月1日までのトリプル S の動きを見ていきたいと思います。それではレッツゴー。まず9月25日に繁盛アジアンゲームズのダブルクラスオブジェクトがリリースされました。こちらは10月1日までのスケジュールで販売されました。9月25日、ラブリューションがアトランタでオーセンティックのコンサートを行いました。9月28日、エボリューションのインビンシブルのティーザームービーが公開されました。9月29日、エボリューション、学生服を着たコンセプトフォトが公開されました。また、ラブリューションがシカゴでファンミーティングを行いました。こちらは直前でオーセンティックのコンサートが中止になったので、モードハウスの主催でファンミーティングが行われました。9月30日、エボリューションの無敵のトラックリストが公開されました。10月1日にはリリーススケジュールが公開されました。またネイバーでラブリューションの無限のムービービハインドが公開されています。9月25日から10月1日は平日はシグナルが更新されましたが、規則の関係で週末もシグナルがアップロードされています。シークレットベースは通常通り公開されています。YouTube のショーツがたくさんアップロードされています。YouTube の公式アカウントから確認してみてください。進行中のイベントですけれども、エボリューションのプレオーダーがスタートしています。こちらは10月10日までとなっています。各販売店舗によって付属する特典が異なりますので、公式アカウントから確認してみてください。また10月11日に行われるショーケースの予約も始まっています。こちらは本日の10月4日までが締め切りとなっております。これで本日の速報ですは以上になります。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。アンニョン。